施術の特徴を一口で申し上げますと、皮膚にこだわり、先端応力を発動させて、ビートを刻む振動で手刀を巧みに使う主義であると。まずこの方は重度の腰痛、ぎっくり腰、側腕症、腰椎椎間板ヘルニアで悩まれる40代の男性でした。初回の施術には痛みが半減し、1ヶ月後2回目の施術に訪れた際、来院時すでにあれから日を増すごとに痛みが軽減し、今は消えちゃったよと。ステップ1の施術として頸椎4番 C4 施術を行い、次にステップ2として胴体四肢施術を行います。さらにステップ3として患部局所施術、また場合によっては症状別主義もプラスアルファして行い、ラストに患者様の体の変化の確認など検査を通じて行います。この頸椎4番は健康の重要な扉と私はそう位置づけ、その扉を開けるべく主義が鍵となり、 C4 への施術を展開いたすのがその趣旨にございます。それではですね、まずステップ1の頸椎4番 C4 施術、これを展開してみたいと思います。先ほども申し上げたように、手の型は4種類ございますが、小指の付け根を頸椎4番 C4 のところに軽く触れてください。で、三日月型で展開していきたいと思うんですが、ここで摩擦を展開するがゆえに、施術を展開しない方の自分の手をですね、患者様の頭に軽く乗せといてください。これは電筋のくぼみからアキレス腱の付着部、これに対して太ももふくらはぎの中央を通っていく形でアキレス腱の付着部をゴールとして展開してみましょう。こういう形ですね。で、この膝の重度精神カテゴリーと、例えばうつやパニック障害など、特にメンタルの重篤な症状が突出した場合において非常に有効かと思いますので、そしてプラス三角筋に対して60秒間、そしてラスト、特に疼痛系精神系の強度、重度な痛みや不具合への治療に限界を感じられていた治療家さんが、このスキャン開発の主義施術を運転されることで、その限界を払拭でき、なおかつ疼痛系精神系を得意とする院として、院の経営スタイルにもプラス変化を及ぼせることと強く感じており、そう自負いたしております。